レッスン9。光媒質の電磁波2。さっきのレッスンでは、マックスウェル方程式を使って、境界条件を作ってたんですが、今回にはそれが使いたいと思います。ステップ1、フレネル式1。これがよく見る図になるんですけれども、これが灰色 と水色の部分なんですが、これが2つの材料、2つの油電体なんですが、入ってきている光があるでしょう。それが入射光と言いますが、英語ではインシデントライトと言いますね。あるいはまあ時々インプットライトなんですが、この場合には入射光ですね。そして ER が反射している部分なんですが、それからこの ET、それが透過している部分ですよね。で、この ER、これが reflection なんですが、これが反射光なんですが、それからこれが transmit になるんですね。そして3つの角度があるんですが、θI は入射角なんですが、θR は反射角になって、そしてこれも透過角になるんでしょう。そしてその角度を3つと、この光の強さを計算したいんですが、この反射している部分と透過している部分が強さは異なる場合もありますので、それを計算できるようにはなりたいと思います。そしてこれが EIERET、それが Incident Reflected Transmitted の電波の強さなんですけれども、そしてその θI、θR、θT もあって、そして N1、N2 には N1 が上の部分の屈折率と N2 は下の部分の屈折率になるんでしょう。そしてそれが前回の量子通信の基礎のモジュールで、これを話してて、導波間については計算してたんですよね。そしてこれが関連なんです。そして、これがフレネルの式にはなります。そして、計算しやすくなるためには、まあ、今までの話しているのは、一般汎用な光になっているんですけれども、それの電波が、まあ、EI なんですが、それが方向は何でもいいんですが、進んでいる方は、まあ、この角度では、この境界のところには当たるようにしているんですけれども、その電波がもちろんその光進んでいる方向と垂直になっているんですね。そしてその垂直の部分がその平行の部分と垂直の部分には分けたいんですが、今回にはそのパラレルとオルトガノルの意味がと、パラレルがこの見ている画面との平面になっているんですが、そしてオルトガノルは画面から出てきている部分とのは考えてください。そしてそれがこういうふうに書きます。その出てきている垂直の部分なんですが、それが赤い点で書きます。そしてそれが直行の部分なんですが、それが平行になっている部分が、このパラレルになっている部分が、それが画面の平面に入っている部分なんですが、それがこっちの赤い矢印になっているでしょう。それがもちろんその EI のベクトルと角度が90度になっているんですが、それが今回にはこの方向になっているんですね。そしてまあ ERET は一緒になっているんですね。そしてそれがもちろん磁場があるんですけれども、その磁場は一緒になっている電波との垂直になっているので、電波が画面から出てきているなら、それの磁場が画面の平面に入っているんでしょう。そして逆の方には、右側には、電波が画面の平面にあって、磁場が画面から出てきているでしょう。そしてまずは、この垂直の部分を計算してみましょう。まずはこの部分だけを拡大して、この方向になっているんですが、その B フィールドがその磁場なんですが、
こっちからになっていると、まあ、簡単なの三角形を使うと、これが θi なら、これも θi になって、この bi も、ホリゾントとヴェルティカルの部分、と水平と垂直の部分に分けて、この数式にはなるでしょう。bih イコール bi コサイン θi、biv イコール bi サイン θi になります。そして、先のレッスンで計算した境界条件によって、水平の部分が変更にはありません。その eh1 イコール eh2 で、それが油田第1と油田第2としては、それが水平の電波が変わりもありませんし、磁場の変わりもありません。そして、入ってきている光、その入射光の強さがあるんですけれども、その電波が入射光と反射光と透過光がこういう関係になるんですね。EI plus ER equal ET になります。そして、B フィールドはさっきの角度も入れなければならないので、cosθi と cosθr には入るんですが、BI cosθi minus B sin B cosθr equal BT cosθt になります。そして、 B は E とのこの関係になってるんですが、それが V 分の1かける E なんですが、今回には、V が屈折率と C で計算することなんですが、V イコール N 分の C になるんですが、これを計算すると C 分の N かける E になります。そして、この関係の数式になるでしょう。NEI cosθi minus N1ER cosθr equal N2ET cosθt になるんですね。で、この入射角と反射角は同じ油田帯にありますので、それが反射している部分が入る角度と出る角度を一緒になっているので、θi イコール θr。で、これが第一の油田帯にありますので、まあ、とりあえずこれが θ1 と呼びましょう。それから、下の部分、水色の部分としては、それの屈折されている部分なんですが、その屈折の角度としては、θt がそれも第二の油田帯にありますので、これが θ2 と呼びましょう。そして、これが EIERET は全てが入ってるんですが、この数式もありますよね。それを使って、こっちに当てはまると、その ET の部分はなくなるんで、そして、代数やってみると、ER÷EI イコールこの表現になります。N1 コサイン θ1 マイナス N2 コサイン θ2 water N1 コサイン θ1 プラス N2 コサイン θ2 になるんですね。これが第一フレネル式になります。そして、さっきは ET を入れ替えたんですが、今回には ER には当てはまると、同じ方向、同じ代数のやり方としてやって、ET water EI はこの表現になります。2 N1 コサイン θ1 water N1 コサイン θ1 プラス N2 コサイン θ2 になるんですね。これがフレネルの第2の式になります。じゃあ、これが2つの条件を作ってたんですが、これがもう終わりですか？まあ、これが数式になってるんですが、気をつけなければならない点がありますが、それがオルトガノルのコンポーネントだけなんですね。垂直の部分だけなんですが、それが、まあ、この赤い
電波のところ、それがこっちから出てきている電波についての数式なんですよね。そして、それが平面、そのパラレルのやつ、平行のやつも計算しなければなりませんが、それは次のステップでやります。